これは植物に寄生するダニの一種、ハダニ。ニムスの電子顕微鏡で捉えています。この標本の大きさは、全長約600マイクロメートル、0.6 ミリ。さらに拡大して、もっと詳しく観察しましょう。今、画面中央に現れた線の長さが50マイクロメートル。赤ちゃんの産毛の太さとほぼ同じです。ダニの頭から突き出しているのはダニの口。ここまで拡大すると表面の質感が鮮明に立ち現れてきます。微細な構造を捉えることができるこの電子顕微鏡、 NIMS では電子部品開発に用いられるナノ材料の加工や観察に使われています。この線の長さが2マイクロメートル、ほぼ大腸菌の大きさです。口の一部分に文字が刻まれています。大腸菌の大きさよりも小さな文字です。一体何なのでしょう。これは NIMS の超微細加工技術によってダニの体に人工的に刻み込まれた文字なのです。実は今までの拡大途中でもダニの表面に文字が刻まれていました。ここに N、 そして I、 M、 最後に S。NIMSの超微細加工技術はここまで来ています。未来の科学者たちへ、NIMS。